中江軍は、朝鮮民主主義人民共和国の事故道に属する、軍。朝鮮半島北部、王力向上流の南岸に位置する。北は中華人民共和国、東、東南は、両行道、近トルキビ軍、西、西南は、地上軍と接する。ここには、朝鮮半島最刊の地とされる、中江鎮がある。北朝鮮の統治地域であるが、 大韓民国の新聞の天気予報にも最低気温の予想が掲載される。標高330メートル。1月の平均気温は低、摂氏16.5度と国間であり、1933年1月13日には、最低気温で低摂氏43.6度を記録している。現在の中屋郡の領域は1952年に再編されたもので、 1949年に時効道が新設されるまでは平安北道に属していた。1949年に時効道に所属が移され、1952年に事情軍より分離して現在に至る。また、植民地時代には警察署、憲兵分隊、気象速攻署が置かれ、1933年1月12日には中江鎮速攻署で、 朝鮮半島の観測史上最低気温とされる、摂氏43.6度を記録した。この節の出展現在は、以下の行政単位となっている。現在地球温暖化により気候変動が、朝鮮半島の他地域よりも深刻とされ、平均気温が100年間で3.1度上昇した、ことが、明らかになっている。ステーション ID4 チュンガニズ47,014 use this station ID to locate the sunshine duration. ありがとうございます。